When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。前にアップしたこちらのサムネイルですね、この100円ショップダイソーのデザインマルカンを使用したネイルの動画そちら見ていただけましたか？そちらで紹介していたのがこのデザインになります。この辺ね、いろいろやってみました。このパーツをしっかりつけて、また引っかかったりしないように埋め込みながらつける方法っていうのと、まあ、置き方によってどういう風に見えるよみたいな違いとかっていうのも詳しく説明していますので、ぜひ、見てないという人はチェックしてみてください。で、今日はこちら、これに合わせて、載せているこのねデザインの作り方を紹介します。はい、でこちらのデザインすごく複雑で、奥行きがあって大人っぽいきれいめなデザインになっているんですけど、100円ショップのジェルとかも使っています。それではね、早速やっていきましょう。で、使用するアイテムは最後にまとめて全部紹介しますので、一旦ねやり方から見ていただければなと思います。今日はチップの4番ですね、使っていきます。私が使ってるチップのリンクも載せておきます。形はロングオーバルかな。こちらをチップ台に貼り付けますね。チップ台に貼り付けているジェルはこちらですね。これもいつも使ってますね。載せておきますね。それではまずね、カラージェル、こちら使います。100円ショップキャンドゥのシャンパンホロとアンティークモーブ、この2色すごい可愛い。前も使いましたね。チップ色はね、こんな感じ。私が前この動画でカポションつけるぞみたいなやったんですけど、こんな感じ。やっぱりつけると分かりやすい。じゃあこれをのせていきます。まずはシャンパンホロを爪の、全体に3点ぐらいかな、イメージとしてはカチョンチョンチョンみたいな感じでのせていきます。で、割と広範囲に塗ってもらっても大丈夫なんですが、全体に塗るのではなくて、ちょっと空いてる箇所っていうのをこうポンポンポンって作ってあげます。で、ライトで硬化。で、硬化時間は 48W のライト私使ってるんですけど、まあ、10秒ぐらいで大丈夫ですね。で、次にこのアンティークモーブをそんなにね、たくさん取らないで少量取って、そのさっき隙間を作った部分にのせていきます。薄くね。これ結構色濃いので、あんまりたくさん塗りすぎると、ボテッとなっちゃう。で、ブラシ。グラデーションブラシ使います。まあ、何でも大丈夫ですね。はい。で、少しぼかしてあげます。塗ったまんまになってるから、ちょっとこの境界線とかっていうのを、ブラシでぼかします。はい。グラデーションブラシだと、柔らかいので、ブラシの先端が。ふわふわふわってぼかすのが超やりやすいです。では、硬化します。で、次に使っていくのがこちらですね。レティジアのノンワイプ 3D ブラックになります。で、こちらが結構特徴的なジェルで、前にノンワイプ 3D クリアっていうのを紹介したんですけど、これとはね、ちょっとテクスチャーが違います。同じノンワイプなんですが、こっちは色がまずついていて、で、ビヨーンって伸びるんですよ。こんな感じで。で、これ結構テクチャ硬いから、今の時期だとすごい冷たい寒いところに置いてたらちょっと硬すぎるってぐらい硬くなっちゃうから、まあ、ある程度暖房の効いた部屋に置いといた方がいいですね。こんな感じで面白いでしょ。なんか爪楊枝とかでもいいです。何でもいいので、こういうものにとって、で、あ、ちょっと待って、その前にすいません、その前に1個塗らなくちゃいけないのがあった。これですね、100円ショップキャンドゥのハードラインジェル。これすごい優秀で、これそういう使い道をするためのものじゃないんですけど、パウダーをつかなくするのにすごくいい。で、本来はね、多分パウダーをつけるものとして、あ、まあそういうわけでもないのかな。そういうわけでもないか。まあ、とにかくパウダーをつかなくするよっていう目的のジェルじゃないんですけど、私はね、これパウダーつかないからすっごい重宝してます。
ということで、さっきのやつはあのハードラインで線を引くためなので、ブラシの先端が細いから全体塗りできないので、爪の上に、まあ、ちょっと乗せて、でブラシでこう伸ばしてあげます。薄くね。はい、で硬化します。48W ライトで、まあ、30秒硬化した方がいいですね。しっかりちょっとワット数の少ないライトとか、まあ、古いライトとか、LED じゃない場合はもっと長く硬化した方がいいと思います。でその後にこれを使っていきますね。ちょっと順番前後して紹介しちゃったから申し訳ないです。はい、そしたらこのノンワイプ 3D ブラックを爪の上にのせて、ちょっと塗り広げて、爪楊枝とかやりやすいかな。でこのままピヨーンってね、引っ張る。であちこちにこうつけます。こんな感じ でこのやり方はですね、ネイリストの私の大好きなお友達なんですけど、ファンファンさん、ね、インスタ載せておきますね。ファンファンさんが私のこのレティジアのジェルっていうのを使う使い方を生み出してくれました。こんな感じでピョコピョコしますね。はい、である程度凹凸が出てこんな風にビヨーンとあちこちに伸びたら、ライトで硬化します。同じ 48W で30秒、48、45あたりだったら、まあそのぐらいで全然 OK だと思います。ちょっと自分のライトで硬化して、どのぐらい硬化したらしっかりパウダーとかが綺麗につくかとかは試してもらった方がいいかな、どんなジェルでも。で続いて使っていくのがですね、先ほど名前も挙がりましたファンファンさんが、トイズというメーカーとコラボして作りましたこの、ミラーパウダー、これすごいいいんですよね。はい、でまあこのパウダー持ってないっていう人はこういう同じ色はないと思うけど、まあ、似たようなね、あのこうパウダーっていうのを使ってください。持ってない人にもこれすごいおすすめ、超使えるからおすすめです。ではこちらに、パウダーをすりつけていくんですけど、今回使っていくのがこのピンクですね。これピンク、この2色使っていきます。ゴールドとかじゃなくて、ちょっとこうピンク系のパウダーを使ってください。これをこの上にトントンってのせて、であとこの横にあるこれですね、同じピンクなんだけどちょっと違うピンク、こちらもトントンってのせて、全体にまずパウダーを貼り付ける感じですね。しっかりのせる。2色ぐらいのせたらこする。うん、 OKOK。 でこれね、100円ショップで売ってます。多分セリアだったかな、売ってるんですけど、これメイクのところに売ってるこういうブラシ、これでさっさと軽くね払ってあげると、細かいミラーパウダーとかもしっかり取れるので超いいです。強くやりすぎるとパウダー取れちゃうことがあるんですけど、まあこうやってやる分には大丈夫です。全然。はい、ということでできました。こんな感じになっておりますね。そしたら続いて、こちら、これもすごい可愛いんですけど、キャンドゥのシャイニーミルクですね。これはミルキーカラーでラメなので、ちょっと面白い透明感があって、でなんかラメがちょろっと入ってますね。こちらを全体にのせるんですけど、こんな感じで、せっかく作ったさっきのやつをあえてね埋めちゃうんですね。ここであえて埋めちゃう、マイルドにします。でアンティークモーブをもうほんとちょっとでいい、これ色濃いからちょっとで大丈夫なんだけど、少しねのせて、アクセントでところどころこの色を濃くしていきます。こんな感じかな。はい、ではライトで硬化します。はい、そしたら次にこの TS007 っていうティジャのカラーがあるんですけど、半透明な白ですね、うん、こちらを、まあ、何ブラシでもいいんですけど、普通のブラシとかでいいかな、オーバルとかの、少し取って、でふわってねちょっと重ねますね、一部分。こんな感じ、ちょっと途中で動画が切れちゃったんでどこまで撮れたかなって不安なんですが、今 TS007 を少し撮って、ちょっと穴が開いてる、何も色が乗ってないなってところと、あとこういう
ミラーパウダーをガーっていっぱい乗せたところの上に少しだけかぶせる感じで乗せました。はい、じゃあ硬化します。はい、じゃあ次にちょっと手間なんだけど、もう一回ねハードラインジェルキャンドゥのね乗せます。で塗り広げてください。はい、で硬化します。できたら次にこちら、これねプラスタージェルって言ってミスミラージュっていうメーカーから出ているんですけど、ノンワイプのタイプで、さっき私がちらっと紹介したこのノンワイプ 3D ブラックとかノンワイプ 3D クリアみたいな感じで、これ自体がノンワイプなんだけど普通のノンワイプトップみたいなさらっとしたものじゃなくって、ちょっとこうエンボスとか 3D 加工ができるあの変わったテクスチャーのジェルになります。これもねすごく良くて、開けるとほらこんな風に面白い、あの流行りのクレイジェル粘土ジェルみたいな手で触ってこねれるものではなくて普通のジェルなんですよ。ただテクスチャーがすごく硬い感じですね。でこれをブラシに取ります。そう、硬いって言ってもこんな感じ柔らかいんだけど筆跡とかがすごい残るんですよね。でこれを上にかぶせていくんですが、どうやってかぶせようかな。まあ、ここにこういう感じでかぶせるか。あ、こうかな。どうしよう。ちょっとね、これとはね、隙間開けた方がいいので、ここにこう斜めにかぶせますね。こんな感じ。見えたかな。まあ後でパウダー乗せるからどこに塗ったかわかるかな。こんな感じでジェル乗せてライトで硬化します。そしたら先ほど使ったパウダーで、今度はね違う色、このゴールドですね、こちらを塗っていきます。先ほどプラスタージェルを乗せたところに塗っていきます。こんな感じ、かわいい。でパウダー払う。 OK、 そしたらトップを塗ります。でトップ塗るんですが、多分ね結構表面ボコボコしてると思います。あのこうやって見てもらったら、いろんなジェルをボコボコ乗せたからデコボコになってると思うから、つるんと綺麗に仕上げたいので一旦ここでねクリアジェルを間に挟むことをおすすめします。はい、こういうクリアシングクリアジェルですね。これでもいいし、これでもいいですね。ティーチャーのライセンシャっていう検定で使えるシリーズのベース、オフがめちゃくちゃしやすいので、もうほんとオフしやすくするために作ってるやつなんですね。でクリアもオフがしやすいから、まあ、こういったジェルっていうのを間に挟むことでしっかり凹凸をなくしながらも、あの厚く塗ってるんだけどオフの時に影響しないっていうのがいいと思います。ノンワイプトップとか普通のベースジェルとかでこう埋めちゃうと絶対オフ大変になるので、アセトンにね溶け具合が全然違うから、こういう溶けやすい柔らかいジェルっていうので埋めてあげるのが、まあ、ポイントですね。オフのことも考えてアートしていくといいですね。はい、ボコッとへこんでるところとかにはこうやってジェルを埋めてあげる。これをするとより奥行き出ますので、はい、はい、じゃあ硬化します。でトップでコーティング、ノンワイプトップですね。結構ね工程があるから、わあめんどくさそうだなって感じるかもしれないんですが、まあ、ニュアンスなので、あのきっちり細かく塗るみたいなことは特にないので、あの意外とささっと楽しみながらリラックスしながらアートできると思います。でさっきライセンシャのベース、まあ、クリアジェルで厚みというかデコボコ整えたので、上に重ねるトップは薄付きでも大丈夫です。コーティングって感じですね。はい、じゃあ硬化します。はい、ということで完成です。いかがでしょうか。ポイントは、いろんなね、ノンワイプで 3D とかエンボスが作れるようなジェルっていうのを使っ
て面白い感じに奥行きを出したっていうのと、一番上に結構しっかりミラーが乗るので、下に埋めているミラーっていうのはあえてミルキーな、こういったジェルっていうのでもう覆いかぶせてしまうって感じですね。はい、ピンク系なので全体的にミルキーにしました。ピント合ってる？不安なんだけど、ここか。こんな感じですね。じゃじゃーん。はい、ということでおさらいしましょう。てか使ったアイテムもう一度紹介します。まずこちら、ファンファンさんが、プロデュースしていますミラーパウダー、すごいおすすめで、使ったのはこのピンク系のミラーとその横にある、ゴールドになります。カラージェルはキャンドゥのシャンパンホロシャイニーミルクで、アンティークモーブですね。で、あとこのハードラインジェルっていうものも使いましたね。で、チップで今日はアートしました。あと、あ、これも使ってますね、 TS007 番レティジアねの TS007 番と、クリアジェルはこれですね、ライセンシャレティジアライセンシャのベースです。こっちに置いとこう。で、ノーワイプ 3D ブラックね。で、プラスタジルか、合ってるかな、あ、え、うん、合ってるねになります。で、ブラシは今日使ったのはグラデーションとオーバル使いました。こんな感じですね。はい、ちなみにこのチップ台は真意で購入です。チップ台をくっつけている粘着しているやつはこのチップ固定粘着ジェルですね。まあこれはいいとして、はい、こんな感じなので、ぜひあのスクショを撮ってみてください。はい、ということで今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。結構ね、可愛いし、自分にしてもテンション上がるし、お客様にも割となんか受け良さそう受け良さそうとか、どうなんだろう、こんな感じです。奥行きもあるので結構喜んでもらえるんじゃないかな、こういうのが好きな、天然石とか好きな人は喜んでくれそうな感じです。で、前にね、この動画で紹介したこういうパーツの作り方、付け方みたいなと合わせてやっていただけると、まあ、このデザイン、この5本とか、まあ、5本以上あるけどは作れると思うので、ぜひやってみてください。またこちらの写真インスタグラムに載せておきますね。近々これのやり方もアップします。はい、これも100円ショップのジェル使ってます。はい、楽しみにしていてください。ということで、動画を最後まで見てくださってありがとうございました。ぜひね、皆さんも真似してやってみてください。では次の動画、また他の動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバイ。Searching